still got some way to go. It's beating down my soul. Never ending race. I feel that fire burn with every twist and turn. グループでこういうたくさん撮影稽古ないと楽しみビビのポーズ考えます。どうですか？わかりました。いや、いい感じです。なんかやっぱね、ドラマの時髪型と違うから、最近毎日一つの髪型をしてるから、違う髪型やと新鮮で楽しいんですよ。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。どうも、僕たちはブルブルです。イエーイ。あのですね、なんとビビさんの方でですね、はい、質問募集してたじゃないですか。はい、質問。それに僕たちが今から答えていくという、まあ、YouTube の企画でやっていきたいと思うんですけど、素晴らしい。はい、楽しみ。まあ、1枚引いてやっていきたいと思います。はい、最初なちゃん言いますか。僕はね、奥に、じゃーん。はい、はい、行きました。で、はい、ここでじゃんけんをします。なるほど、はい、じゃんけんして負けた人がもう一回引きます。はい、行きます。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、あいこで、あいこでしょ。はい、負けた人はもう一回これを引きます。あ、それ何だったか見たかった。何だったか見たいけど、見ない。見ない。もしかしたらあなたの質問があったかもしれない。負けたインちゃんです。はい、これ嬉しいです。です。じゃーん。なんか夢、実は僕の〇〇なんですな初出し情報を教えて。実は僕、めっちゃ毛薄いんです。あ、そうなの。毛状、うん、頭の、うん、頭じゃないな、それは体のね。あ、なるほどね。確かに。でもまあ実は毛深いって印象ないんだよね。なるほどね。こちらです。はい、どどん。仲良しペアがあれば教えてください。はい、これさ、この質問ダメだと思うんだよ、ね。まあね、なんかさ、なんか悪い壁をね、なんかね。そう、それでもさ、でも俺は答えなきゃいけないです。なっちゃうから。とりあえず俺が思うじゃん、仲良しペアって、うん、ノアとリンちゃん。ああ。で、ツナ君とシュート。うん、で、コウキと俺とフミヤ。はい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 。3人だよ。神回と全員違う。え、そうじゃねえでも。あ、そういうことだね。なんか、うまい具合になんか仲いいんですけど、でも本当にみんな仲良くて、うん、7人全員本当に仲いいんで、まあ、仲良しペア全員なんですね。うん、そうですね。全員。じゃあ行きます。じゃあ僕は、すみません、リンちゃんのめっちゃ質問聞きたかったんですけど、はい、僕は撮影に行かなきゃいけないんで。なるほど。そう、めっちゃ聞きたかったんですよ。ありがとうございます。あいつ、あ、あいつ早い。さり際早っ。さらっと言った。本当に聞きたかったんだな。でん、メンバーの中で、あ、全部飛んでんじゃん、これ。ツッコミ担当は誰？はい、いやー。ということですけれども。誰ですかね、これ。あ、俺やろ。俺やろ。いや、俺やろ。なんでやねん。いじられてる。ケイトやな。俺やな。おい、正味な。ケイトやな、これは。でも俺らはさ、結構いじられるわけやんか、うん、いじられたらやっぱ、おいとか言うかな。あ、だからそのイメージは、そう好きやつは、俺らで。めっちゃ漏れね、これ。ありがとうございました。皆さん、遅れてすいません。今撮影が終わってですね、戻ってきたんですけど、りんちゃんどういう質問？メンバーの中でツッコミ担当誰でした？俺的にメンバーのツッコミ担当フミヤ。ああ、なんか冷静に処理するやん。確かに、うん、っていう
まあ、ありますね。今回ですね、YouTube の企画で僕たちのその企画の、オフショット動画が皆さんにたくさん載ってますので、はい、ぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。お願いします。ぜひね。ポージングうまいって言われてました。本当ですか。よかった。嬉しい。めちゃめちゃかっこよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。キムチ、キムチ、キムチって言ってもらってます。秘密の言葉ですね、キムチ。キムチって言うと笑いが出る、生まれる。キムチ。韓国語なんで上手なんですか。僕韓国に12の時から6年住んでたことがあって、それで韓国語喋ります。ちょっとファンの皆さんに愛の言葉を韓国語で。さらに何が出るかな、何が出るかな。じゃーん。メンバー全員で遊びに行けるとしたらどこに行きたい。芸能界に入ってなかったら何をしてたと思う。僕はなんかでも旅行に行きたいねとはなんか話してますよね。そうですね。なんかこうイングリッシュしたいねみたいな。どこだろうな、どこだろう。でも普通にまあパッて思い浮かんだのはディズニーとか。あ、いいですね。そういう系。いや、まあ、旅行ではないかもしれないけど、そう、まあ、ちょっとこうアトラクション乗ったり、美味しいもの食べたりして、夢の時間ですね。そうですね。はい。芸能界やっていたかったら何をしていたと思う。何してたんだろう。でも、それこそちっちゃい時一瞬こう、よぎった夢は、うんうん、好きなんだ。ディズニーキャストなんですね。おー、いそう。でもいや、めっちゃ合いそう。そう、いや、ディズニーキャストはそう、今でもディズニーとか行くと、うん、一日体験でもしてみたいなのがめっちゃいいじゃん。うん、ですかね。いい夢。まあ、はい、僕たちディズニーランド行ってきます。えっか、あ、いろいろあるから。しょっぱい顔お願いします。どうでしたか？楽しかったです。すごい暑いですけど。こんにちは。こんにちは。これ開く？いいよ。じゃあせーの、ドン。メンバーの意外な一面を教えてと。お、教えてと。なるほどね。あー、でも、ふみくんです。何？まあ、撮影の現場は、まあ、それこそ僕らのリーダーっていうのもあって、で結構仕切って、行こうとか言ってくれるんですけど、やろうとか言ってくれるんですけど、なんだろう、控え室とか、それ以外のところでは、なんか、あっ、あっ、あっ、とか、なんか、なんかお茶目、そんなやつだよ。いや、お茶、お茶、やって、お茶目だなとは思います。です。はい、ありがとうございます。ピンコチ。ドン。おお。メンバーと2人で YouTube やるなら誰とどんなことやりたい？俺マジこうきてやりたい。ちょっと待って。マジ？いけると思うんだよ。何やるか置いといて。いいもん取れると思うんだよね。うん。でも雰囲気さ。見てね。何の？なんか普段の感じ。ああ、このオンオフのね、入り方みたいな。だからなんかそのなんだろう、関係的に相性がいい気がするって思いますね。うん、嬉しい。
ビビ、僕たちブルームがビビ1月号に登場します。イイ、みんな撮影はどうでした？楽しかったね。超楽しかった、うん、バチバチに決まってかっこいい仕上がりになってると思うので、ぜひ紙面をチェックしてみてください。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。めちゃめちゃかっこいいですよ。ほら見てください。めっちゃいい。行くよ。行くか。お疲れ様でした。